ミルファンティーを作ります。まずはじめに卵、パン粉、粉チーズ、パセリのみじん切りをよく混ぜ合わせておいてください。鍋にオリーブオイルを加えてみじん切りにした玉ねぎ、そしてみじん切りにした人参を加えて軽く炒めていきます。それではここで今日のポイントです。少量の野菜ですが、旨味をゆっくりと引き出すように強火ではなく中火で炒めてください。あまり火が強いと焦げてしまうので、野菜の旨味を引き立つように炒めていきます。野菜に火が通って旨味も十分出ました。ここに熱湯を加えていきます。そしてコンソメの素、塩コショウを加えて10分ほど煮込んでいきます。10分ほど煮込んだら先ほど混ぜ合わせたものを加えていきます。ここでよく混ぜてください。塩コショウで味を整えて器に盛って出来上がりです。ミルファンティーとは、卵とパン粉、粉チーズを使ったイタリアの家庭料理です。簡単ですぐできるので、ぜひ作ってみてください。